コスモスレッドシフト7は地球から約130億光年離れた位置にある原子銀河である。英名のコスモスレッドシフト7の頭文字をとって CR7 と呼ばれることが多い。史上初めてこれまで確認されていなかった種族3の構成が含まれている銀河である。コスモスレッドシフト7はヨーロッパ南天天問題の研究チームが VLT や スバル望遠鏡を使って、六分ギザのコスモスフィールドという領域内で発見された。スバル望遠鏡で観測したコスモスレッドシフト7コスモスレッドシフト7は宇宙誕生から約8億年後に存在した銀河であるが、この時代の典型的な銀河よりもはるかに明るいことが大きな特徴である。それまでに発見されていた距離が 同程度の銀河で最も明るい原子銀河、卑弥呼の3倍もの明るさを持つ。コスモスレッドシフト7を発見した研究チームが、詳しく観測した結果、コスモスレッドシフト7からは、宇宙初期に存在していた水素とヘリウムしか、検出されず、その他の重い元素は検出されなかった。これはこの銀河を構成している天体が水素とヘリウムからでしか形成されていないことを表す。 これは宇宙の初期に存在したとされている種族3の構成の特徴と一致する。この観測結果によってコスモスレッドシフト7に史上初めての種族3の構成が発見された。その後のハップル宇宙望遠鏡による観測でコスモスレッドシフト7が一つの銀河ではなく三つの銀河が集まった銀河群であることが明らかになった。この三つの銀河には 明るさが大きい順に A、B、C と名付けられている。この中で種族3の構成が存在するとされているのは A と B であり、推測では A だけでも2億個の種族3の構成があると考えられている。C には種族3の構成は存在しないと考えられている。ただし、C には種族3の構成の超新星残骸が残っているため、 赤みを帯びた銀河とされている。コスモスレッドシフト7のコスモスは前述の通り、この銀河がコスモスフィールドという領域で発見されたことに由来する。レッドシフト7のレッドシフトは日本語で赤型変異を意味しており、7はこの銀河の赤型変異の6.604を四捨購入したものである。コスモスレッドシフト7の略称 CR7 が ポルトガルのサッカー代表選手のクリスティアーノ・ロナウドの愛称と同じであることからコスモスレッドシフト7の発見はスポーツ雑誌でも大きく取り上げられた。ありがとうございます。